鳩山国を、鳩山国を、鳩山国を、1948年、昭和23年9月13日から2016年、平成28年6月21日は、日本の政治家。一回は肖像くらい。君党は朝日大受賞。衆議院、議員、13期、行政管理政務次官、第2次、中曽根内閣、文部大臣、第116代。 労働大臣、第59代、法務大臣、第79.80代、総務大臣、第10代、内閣府特命担当大臣、地方文献改革、麻生内閣、民主党副代表、裁判官卒位委員会委員長、地方創生に関する特別委員会委員長等を、歴任した。東京都に、鳩山一郎の次男として生まれる、学習院諸等か、 学習院中等科、東京教育大学附属高等学校、現、筑波大学附属高等学校を経て、東京大学法学部第3類、政治コース卒業後、同学部第2類、広報コースに、学士入学し卒業。学習院の同級生に作曲家の戸倉俊一、東京大学名誉教授の能見義久、日本郵政社長、 元シティバンク銀行会長の長戸精光に、元朝日新聞編集委員の萩谷淳などがいる。早くから正解入りを死亡し、田中角への下を尋ねる。田中は、もし自分が首相になったら秘書にする。福田武雄が首相になったら福田に紹介すると約束した上で、見聞を広めるため海外への留学を鳩山に進めた。鳩山は、 田中の助言を受け、東大を卒業し、アメリカスタンフォード大学に留学していた雪を頼り、数ヶ月間アメリカに滞在した後、帰国した。その後、田中の秘書となった。1976年、昭和51年の第34回衆議院議員総選挙に、新自由クラブ推薦で、旧東京パックから出馬し、初当選。同じく無所属の宇都宮徳馬。 麻生両方と衆院無党派クラブを結成した1978年に解散。1979年昭和54年の第35回衆議院議員総選挙において落選するが8ヶ月後に行われた第36回衆議院議員総選挙で国政に復帰。1978年12月に自民党入党後は田中畑竹下派に所属した。 1991年、平成3年、宮沢内閣で文部大臣に就任し、政界入りから16年目で初入閣した。1993年、平成5年に自民党を離党し、第40回衆議院議員総選挙では無所属で当選。細川内閣発足後もしばらくは無所属で当していたが、1994年、平成6年1月、前年に、 自民党を離党した西岡竹を石破茂らと院内会派、改革の会を結成した。細川森広首相の退陣を受けて発足した羽田内閣では、労働大臣に就任するも、羽田内閣は2ヶ月で退陣に追い込まれた。改革の会は、高市会、海部都市代表、新都未来、加野道彦代表、自由党、柿沢孝二党首と共に自由改革連合を、 結成するが、同年12月に解散し、新進党決闘に参加した。1996年、平成8年に、新進党を離党し、兄、幸雄らと、旧民主党を決闘、副代表に就任する。さらに1998年、平成10年、民政党の合流により、民主党が結成され、東京都連署大会長に就任した。しかし、党の路線をめぐり、 徐々に、兄弟間で対立が目立つようになった。その後、民主党を離党し、1999年、東京都知事選挙に立候補した。不出馬を表明した、青島幸雄知事の後継指名、及び民主党、生活者ネット、改革クラブの推薦を受けたが、石原慎太郎の後陣を廃止、2位で落選した、3位は、東大法学部の同級生である、マス陽一。 前述の通り選挙戦で民主党の全党的な支援を受け、同党衆院議員の岩国哲人が選対本部長、吉田孝一が事務総長を務めた。都知事選落選後は民主党からは距離を置き、2000年、平成12年に自民党に復党する。かねてから国尾は民主党の実質的なオーナーであるあり、幸男との不仲がささやかれており、都知事選出馬は、 民主党を離党するための口実であったとする方もある。東京肉補欠選挙には、系列都に中山義勝を擁立し、鳩山の中選挙区時代からのライバルで1996年、平成8年第41回衆議院議員総選挙で、鳩山に敗北し、比例復活した深谷隆氏は、自民党総務会長在職中のため出馬せず、中山が初当選した。 2000年、平成12年の第42回衆議院議員総選挙では、自らは東京ブロック比例単独候補として出馬し、東京2区で深谷を支援した鳩山は当選したが、深谷は通商産業大臣在任中でありながら、比例復活ができず落選。2002年、平成14年に衆院議員運営委員長に就任した。2003年、 平成15年10月、衆議院永年在職議員の表彰を受ける。2003年、平成15年の第43回衆議院議員総選挙では突然、あのような人物を一国の総理にするわけにはいかないと、民主党代表の菅直人の選出選挙区である、東京18区に国外し、出馬。小選挙区では落選したが比例東京ブロックで、復活当選した。 2005年、平成17年の第44回衆議院議員総選挙から、母方の祖父、石橋章二郎、ブリジストン創業者の出身地である、久留米市を主要地盤とする、福岡六区へ国返し、子が一世を破って当選した。2006年、平成18年9月の自由民主党、総裁選挙への立候補に向け活動していたが、推薦人を集められず、 立候補を断念。麻生太郎を支持した。2007年、平成19年の安倍改造内閣で法務大臣に就任するが、安倍晋三首相は間もなく美容気辞任する。鳩山自身は13年ぶりの入閣。2007年自由民主党総裁選挙では麻生太郎自由民主党幹事長の推薦人代表を務めた。福田康夫内閣でも法務大臣に再任された。 2008年、平成20年5月、津島派の役員人事で、会長代理から改変された、会長代行に就任。同年9月に発足した、麻生内閣では、総務大臣兼内閣府特命担当大臣、地方文献改革に就任したが、翌2009年、平成21年6月12日日本郵政、西川義文社長の身体問題を受け、辞任。 事実上の更迭。2010年、平成22年3月15日、自民党に離党届を提出し、24日の党記委員会で了承された。国をに近いとされてきた総派の岩谷武氏、平成研究会の田村の久、河合克行、無派閥、望みには参加しているの古川貞次らは同調せず、自民党に残留。離党後の内閣総理大臣指名選挙では、 無所属ながら、衆院では、唯一新党改革代表の増添に投票。2011年、平成23年8月30日の内閣、総理大臣指名選挙では一転して、古巣の自民党の谷垣定一総裁に投票した。また、自身も、無所属の中島正文より一票を得た。2011年、平成23年末、自民党に、 復党届を提出するが、党内の反発で先送りされる。2012年、平成24年12月16日の第46回衆議院議員総選挙には、無所属で出馬し、自民党の推薦を受けて12選した。翌日、安倍晋三総裁宛ての復党願いを、同党福岡県連に提出。その後、党金委員会にて復党が了承され、 11日後の12月28日に2年ぶりに復党した。2014年、平成26年12月14日の第47回衆議院議員総選挙には自民党公認で出馬し、13選。2016年、平成28年6月21日、12市長開王のため都内の病院にて67歳で死去した。 死去する3週間ほど前の6月1日、衆議院本会議に出席した時に非常に痩せ細った姿が見られた。あまりの変貌ぶりから健康不安が囁かれたが、この時はあくまで否定していた。日本国政府は没後、肖像くらいに除するとともに、朝日大受賞を追蔵した。母書は、五国樹で、内大人生一位大訓位公尺三条耳母の右横にある。 一気下の船田元と共に早くから竹下派のホープとして期待されたが自民党の離党、副党を繰り返したことから正解はダリドリとも言われた。多彩な趣味を持っていた。料理の腕はプロフェッショナル級とされ歴代秘書は国尾が作った朝食をとっていた。代表的得意料理はチャーハンであった。国尾の料理好きを聞いた山花貞夫、日本社会党元大西が 京都から取り寄せた包丁を国をへ送った。国尾はその包丁を18年間愛用していた。また、プロ野球では中日ドラゴンズのファンを公言しており、2007年に中日ドラゴンズが日本シリーズを制した際には中日スポーツに祝福のメッセージを送っている。東京大学法学部を主席で卒業している。高校時代は寸大予備校の模擬試験を5回受け、 一回目は600番くらい、三回目が105番、四回目に60番、五回目に1番になった。少年の頃から蝶が好きで、大人になってから学問として研究するまでとなるエピソードが柏原誠一の昆虫少年記で紹介されている。蝶の最終化として、正解でも著名で、蝶についての著作もある。 会見については不仲が噂される兄と共に補聴を合わせていた。なお、この主張は、祖父、鳩山一郎以来の持論でもある。法務大臣として、計13人の死刑執行を命令したが、これは、法務省が死刑執行を公表するようになった1998年11月以降に就任した法省では、上川陽子、2015年に、 闇サイト殺人事件の死刑囚の刑囚したほか2017年から2018年に、かけ、市川一家4人殺人事件の死刑囚、オウム真理教事件の朝原昌光ら元幹部13人など、通算計16人の死刑執行を、命令に次いで2番目に多い。その内訳は、以下の通り。過去の例からはそれまで、死刑執行は執行の間隔が長く、国会閉会中や、 内閣改造直前に行われる傾向があったため、8月9月12月が死刑執行が多い月として一般的に認知されていたが、鳩山は国会開会中である2008年、平成20年2月4月6月と2ヶ月間隔で死刑執行を命令したことが注目された。2007年12月7日の死刑執行では、日本国憲法下では初めて執行対象となった。 死刑囚の氏名を公表し、以降の死刑執行でも、署名、刑執行後に死刑囚の氏名の公表を行っている。2008年6月17日の執行では、弁護団が再審に向けた準備を進めて、鳩山に執行延期を求める要望書を提出していた東京、埼玉連続幼女誘拐殺人事件の死刑囚。 宮崎勤について事件の残虐性を考えと執行を猶予することはできないとして死刑を執行した。鳩山は報渉退任後の2010年12月2日に死刑制度、検察の捜査のあり方などをめぐり国会議員、論客らが議論を行う情報番組 TBS 系列で同月29日夜に放送の収録にあたり TBS テレビの取材を受けたが この際宮崎の死刑執行に関して宮崎の事件は最も凶悪な事案の一つと思うから死刑を執行すべきだと思うが検討しろと私から指示したあそこまで非人間的というか悪くなれる人間がいるんだなと思ったこんなやつ、生かしてたまるかと思うなどと発言したまた死刑選択基準として1983年に最高裁判所が示した 長山基準についても、殺害された被害者数が一人の場合でも、凶悪な場合は死刑にすべきだ。強制の可能性を考慮すべきではないなどと発言した、ほか、刑事訴訟法で死刑判決確定から6ヶ月以内に死刑を執行すべきであると規定されているにもかかわらず、平成改元以降実際に規定通り取り行えれた、例がないことに関して、自分の任期中には少しでも、 その違法状態を解消しようと思った。三十人から四十人はしなくてはならなかったと反省していると振り返った。鳩山が二千八年六月十七日に三件の死刑執行を支持したことについて、翌六月十八日付の朝日新聞有刊のコラム、素流氏が前日に衝撃死の羽生義晴が永世名人称号を獲得したことを引き合いに出し、鳩山を 衛生死刑執行人。またの名、死神と表現したことに対し、6月20日の閣議後の記者会見で極刑を実施するのだから心境は穏やかではないが、どんなに辛くても社会正義のためにやらざるを得ない、司法の慎重な判断、法律の規定があり、苦しんだ挙句に執行した。死神に連れて行かれたというのは違うと思う。記事は執行された方に対する侮辱だと抗議し、 そういう軽率な文章を平気で載せる態度自身が世の中を悪くしていると思うと朝日新聞社を批判した。兄の鳩山幸男も弟は法に従っただけ。私も死神の兄と言われては困ると弟を擁護した。朝日新聞の死神表現に対しては法務大臣は職務を全うしているだけ死神とはふざけすぎ、ハブ名人にも失礼など、 死刑賛成派市民から1800件余りの抗議文が朝日新聞社に送られた。死刑賛成派団体の全国犯罪被害者の会は、鳩山に対する朝日新聞の死神発言は犯罪被害者や遺族を侮辱する内容であるとして朝日新聞社に対して抗議文書を送付した。最終的に全国犯罪被害者の会の3度にわたる公開質問上に 朝日新聞社は2008年8月2日付朝日新聞長官社会面に敬意を掲載した上で適切さを書いた表現だったと言わざるを得ずと謝罪し回答を提示犯罪被害者の会も朝日新聞社の回答に納得し抗議をやめた。自動ポルノの規制に積極的な立場である。2009年平成21年2月18日の衆院予算委員会で 自動ポルノを個人的に所有する単純所持や被害者が存在しない成人向け漫画、アダルトゲームな二次創作物、純自動ポルノを参照について断固として禁止するべきだ。表現の自由で守られる法益と自動ポルノで失われる人権を比較すれば、表現の自由が大幅に削られて構わないと述している。法務大臣在任中、2010年、平成22年に、 司法試験の合格者数を年3000人に増員することが決まっていたが多すぎるとして反対。2007年、平成19年10月の国会答弁で法務官僚の反対を押し切って原因の方向で見直すと明言している。官報の宿の一括譲渡問題では2008年、平成20年10月31日の第二次入札で オリックス不動産とホテルマネージメントインターナショナルの2社が価格を提示した後、スポーツ施設、ユーポート世田谷アレックセンターを売却対象から外した。これに関して、鳩山国夫総務大臣が公正な入札とは言えないと批判し、完全民営化途上にある日本郵政に対して調査を実施していくことを明言した。2009年、平成21年2月、 東京中央郵便局の再開発工事、超高層建築物、JP タワーの新築、旧庁舎の一部保存の見直しを示唆する発言をした。東京中央郵便局旧庁舎、吉田哲夫設計は、歴史的価値のある建築であるとされ、建築の専門家らから、重要文化財としての指定と、全面保存が求められていた経緯がある。しかし、再開発が中止となれば、 日本郵政の将来の経営に打撃を与えるとする予想もあった状況につき、同年3月、時を焼き取りにせず、白製にして残すとして、旧庁舎の保存部分を拡大した上で、再開発を進めるとする JP タワーダ協案に同意した。2007年10月29日、日本外国特派員協会の講演で2002年のバリ島爆弾テロ事件に関連し、 私の友人の友人がアルカイダなんですね。バリ島の中心部は爆破するから近づかないようにとアドバイスを受けたと発言し、その日中に実際に話を聞いたのはテロの3、4ヶ月後だった。話を聞いた友人は自分の趣味である町の採集を通じて知り合った一般人でアルカイダと断定はしていなかったが、 関わりのある過激派グループに協力している人物かも知れないとのことだと釈明している。翌三十日、内閣総理大臣、福田康夫から、そういうこと、ペロを防止する役目だからしっかりやるようにと注意を受ける。国民新党代表代行、亀井静香、元警察官僚が、警察庁は、法省から事情聴をしていない。国家公安委員長は何をやっているのか。 交渉を放っておくのは、不真面目すぎると発言するなど、事実関係の解明を求める声も起き、町村信孝は文書による事実関係の報告を、鳩山に指示している。また、当該人物がテロ組織と無関係だった場合どうするのか問われた、鳩山は、人の名誉を著しく傷つけることになれば、何らかの責任を取らないといけないと衆議院、法務委員会にて答弁している。 また、衆議院法務委員会において、野党議員から、アルカイダ関係者と見られる人物を当局に、告発しておらず、刑事訴訟法239条2項、公務員の告発義務規定に違反しているのではないかという問いを受けている。それに対して、鳩山はアルカイダ関係者と見られる人物が、出入国管理及び難民認定法に触れる、可能性を認識したが、 友人の立場を考慮し、告発は行わず、関係当局への連絡に留めたと答えている。なお、鳩山は、警察にも入管にも防衛省にも、公安調査庁に行ったかどうかはよく覚えておりませんが、かなり厳しく言いましたとし、連絡した相手の人命等を問われると、記憶にはありません。誰に、いつどうしたということが、今のところはっきりしておりませんと答弁している。 2008年2月13日、法務省内で開かれた検察長官会堂で、鹿児島県の渋滞事件について、と呼ぶべきではないと思うと発言し、渋滞事件は冤罪には当たらない、との認識を示した。本事件は、被告人全員の無罪が確定しており、無実の人間に有罪の確定判決が下ることを指す厳密な解釈からすれば、確かに、 冤罪事件とは言えないという指摘もある。冤罪の功も称。鳩山は、冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に、真犯人が現れるなど100%濡れ衣の場合を、いい、それ以外の無罪事件にまで冤罪を適用すると、およそ無罪というのは、全部冤罪になってしまうのではないかと釈明した。翌日の衆議院に予算委員会で、 社民党の保坂信と議員からこれについて質問を受けたとき、鳩山法相は元被告が冤罪が晴れたとおっしゃるのを私は否定する何の根拠も持っていない。私の発言で元被告の方々が不愉快な思いをしたなら謝罪しなければならないと回答した。さらに今後は公式の場で冤罪という言葉は使わない。冤罪は意味が不確実だとも述べた。 この件については、町村信高内閣官房長官も鳩山に、不適切な捜査は是正しなければいけないと、強調すべきだったと苦言を呈している。2009年4月23日、地デジのイメージキャラクターを務めていた、当時、スマップのメンバーだった、草薙強が、公然は移罪で、現行犯逮捕されたことを受け、責任者の総務大臣として、テレビのインタビューで、 めちゃくちゃな怒りを感じている。なんでそんなものをイメージキャラクターに選んだのか。恥ずかしいし、最低の人間だ。絶対許さないと発言。その直後から批判が殺到し、翌24日、この発言を撤回して、最低な行為と言い換えたい。彼には出直して頑張ってほしいと訂正したが、公式ホームページへの7000以上のコメントや、 フォークシンガーの松山千春による批判がされた。2009年8月9日、兄、幸雄について、私は清潔な白い鳩。もう人は鳩がいる。私の兄だが、政治資金収支報告書が嘘ばかりだから、黒い鳩と発言している。その後、国尾も母安子から資金提供を受けていたことが明らかとなり、国尾自身は把握していなかったので兄とは違うと、 釈明したものの、親子の貸し借りという論理は世間には通用しないとして5億3600万円、あまりの贈与税を納めた。この問題に関し、自民党は政治倫理審査会を開催して、国をから事情聴取することを決定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。